エリリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日もあなたの愛の妖精がお送りするエリリンチャンネル、エリリンミーム。今日は以前動画をアップしたところ好評だったガールズチャンネルまとめでアップされている知らないと老けちゃう美容の秘訣という動画についてハッシーから解説してと言われたので解説してみようと思います。気になる方は最後までご視聴ください。ガールズチャンネルっていう、サイトが YouTube 出してたりもするんですけど、面白いトピックスとか有益なスレをまとめて紹介しているチャンネルです。でその企画で知らないと老けちゃう美容の秘訣がいくつか紹介されていたので、この美容法について寿司に解説をしてもらおうと思います。今回は勝手に10個ピックアップしているので、いいか悪いかとその理由、もっとこうしたらいいよとかあれば見解も含めてお答えいただければと思います。まず1つ目、断食ダイエット。断食ダイエットってそんなに長期間やらないことが多いと思うんですよね。例えば3日間ぐらいとか、1日の場合もあれば3日間もある。1週間断食っていうのはあんまないんじゃないのかなと思うんですけれども、断食ダイエットをした時に忘れちゃいけないのは、それ本当に痩せてるのかそうじゃないのかっていうことなんですよ。で本当に痩せるっていうのは脂肪の量が減ることによって痩せることなんですけれども、これ断食ダイエットをするとごく初期に起こるのはむくみが取れるっていうことと、そして便秘とかが治ってうんちが出るので、それで体重が軽くなるっていうことが起こります。で断食ダイエットをするとなんでむくみが取れるかというと、これはグリコーゲンという物質が関与しているんですけれども、普段ご飯を食べた時に炭水化物糖を摂ると一回体の中でグリコーゲンという物質になって体の中に蓄えられるんですね。ただこのグリコーゲンっていうのは体の中に蓄えられる時に、だいたいグリコーゲンの重さの3倍ぐらいの水っていうのと一緒に蓄えられます。だからこのグリコーゲンというのが断食ダイエットをすると消費されてなくなるので、水も排泄されてむくみが取れたりするんですね。そして便秘が治ったりとかうんちが出ることも合わせて、断食ダイエットっていきなり 2,3 キロ体重が落ちたりするんですけれども、それは脂肪そのものが減ってるわけではなくて、むくみが取れてうんちが出たことによる場合があるので、本当に痩せてるかどうかというのは考えなくちゃいけないのかなと思ってます。ただダイエットを始めた時にモチベーションのブーストみたいな感じだったらありなのかなとは思うんですけれども、長期間続けられるダイエットでもないので、連発はしないようにした方がいいんじゃないのかなと思ってます。2つ目、プロテインを飲む、抜け毛が減ったり髪や肌が綺麗になる、やっぱプロテインっていうのは大切な栄養素で、割と若い女性とかプロテイン足りてない人が多いよって言われてるので、プロテインを飲むということは大切だと思います。それからさっきの水を溜め込んでむくむっていうのを、糖はそういう性質を持っているんですけれども、糖を減らしていわゆる低糖質にして、タンパク質の摂取量を増やしてあげるとむくみ治ります。だからむくみが治ることによって、ダイエット的な効果も感じられるっていうのがあるし、あとプロテインとかタンパク質の摂取が多いとですね、結構腹持ちが良くなって空腹感を感じにくくなるので、それによるダイエット効果っていうのもありえるかもしれないかなと思ってます。3つ目、グルテンフリー、小麦粉やめたらくすみがなくなった。これどうなんだろうね。グルテンに対するアレルギーとか自分自身がなくて、グルテンとかあとは小麦粉系とかをね食べなかったからって体調良くなるっていうことはあんまりないんですけど、最近はね体調の問題からグルテンに対するアレルギーがある人言われてるので、そういう人はグルテンフリーにすると効果はあるのかもしれないです。全員にどうかはちょっとわからないっていうところですね。4つ目、たっぷり睡眠をとる。これはすごく大切です。睡眠時間が十分確保されることによって、睡眠中に成長ホルモンが出てくる。成長ホルモンというのは体を修復したり、そして代謝を良くしたりとかすることによって美容効果があるので、たっぷり睡眠をとる、バランスよく睡眠をとる、これ大切だと思います。5つ目、毎日ジムに通って運動する。すごいね。毎日は無理、でも今週1ぐらい頑張ろうと思ってる。でも体にはいいと思いますよ。
頑張ろうと思っているということはやっていないということ。いや、ゼロじゃない、ジムには入ったから一歩前進です。6つ目、ストレッチ、血行を良くすることでシミの状態が良くなった。すごい遠いところ行ってるね。ストレッチをやって血行が良くなる、ここまではいいんだけど、そこからシミか、ちょっとそこまで行くとわからないけれども、まあ、ストレッチも、まあ、運動の一つと考えればそれは悪くないと思いますよね、うん、次、骨盤矯正と膣トレ。まあ、骨盤矯正というのはやっぱり私産後いろいろ調べたんですけれども、どこまでエビデンスがあるかっていうと結構難しいんですよね。いろんな諸説もあったり、あと整形外科の先生とかにも聞いたんですけれども、意味あるよ、1ミリ締まるよとかいう先生もいれば全然効果ないよっていう先生もあるので、骨盤底筋を鍛えるっていうふうに捉えれば、まあ、これは悪くないんじゃないのかなと思っております。うん、次、顔剃り、産毛がなくなって肌が明るくなった、化粧のりもいい、うん、まあ産毛がなくなれば化粧のりも良くなるし、まあ肌のトーンがねアップするっていうのはあるとは思います。ね、脱線してもいいですか。あのハッシーとかさ、ソプラノってよく知ってるでしょ、脱毛レーザーのソプラノ、はい、最近あれがチタニウムリフトって言われて韓国で人気なんだって。理論としては脱毛レーザーのソプラノを当ててたらたるみが良くなったからたるみに使っちゃえみたいな感じだと思うんだけどね。なんか私からすれば別にソプラノって昔からある、まあ、すごく脱毛レーザーとしてはすごい人気が出たレーザーだけど、まあ、たるみに劇的な効果があるようには思えないから、なんか今更みたいなところがあるんだけど、他のたるみ特化レーザーの方がいいんじゃないって思うけど、今 X とかでね、韓国美容が好きな人がチタニウムリフトすごくいいってすごい上げてて、って思ってるんだけどね。で、私そのチタニウムリフトっていうので韓国のクリニックのホームページ見たんだけど、普通にソプラノがドーンって乗ってるのね。だから脱毛レーザーとしてなんか人気なくなったから、なんかよくある型落ち転用みたいな感じかなと思いながら、もう試してないからちょっとわかんないんですけどね、まあ、知ってる方教えてください。次、頭皮マッサージ、頭皮に適度な刺激を与えることで薄毛の防止になる、頭皮マッサージでそれがね毛根殺すようなパワーじゃなくて適度にやれば結構良くなるんで、まあ、それは薄毛の予防っていう意味だったらいいんじゃないでしょうか。ただ私言いたい、なんか頭皮にマッサージをするとそれがこう顔のたるみ全体に影響して、なんか顔のたるみがなくなるとかほうれい線がなくなるとかそれはないと思う。次、角栓除去にホホバオイルを使用、湯煎に浸かりながら小鼻をくるくるとすると角栓が取れる。まずこれ皆さんはもしかしたら角栓がホホバオイルで溶けてるって思ってるかもしれないけれども、角栓っていうのは皮脂由来が3割、そして皮膚の細胞角質由来が7割で、油で溶けるものの割合は少ないんですよね。ただまあちょっと染み込んで滑らかになって角栓が取れやすくなるぐらいだったらあるかもしれないとは思いますけどね。毎日パック、肌がもちもちになった。パックしてる時は水分だから、まあ、肌もちもちになるかもしれないけど、まあ別に化粧水でもいいんじゃないのかな。はい、レーザーのシミ取り、化粧水などのスキンケアではあまり効果を感じないので、シミにはレーザーが早くて確実。まあそれはそうだね。はい、次、プラセンタ注射、ニキビができなくなり、ニキビ跡も目立たなくて、プラセンタ注射っていうのは打ったところ血行がすごく良くなるので、ニキビのあるところに血行が良くなれば血液由来のさまざまなねニキビを治すような成分とかも入ってきてくれるので、実際すごく良くなったっていう方は過去多かったよね。先生は最近気になってる美容法ありますか。先ほど言ったチタニウムリフト効果はあるのか。プラノが流行ったのって10年は行ってないかもしれないけど、5年以上前にすごい流行った脱毛レーザーで、まあ、その頃我々は脱毛レーザーとして、まあ、ソプラノいっぱい使ってきたわけじゃない。でその時の経験で言えば特にそれでたるみがすごい良くなった人を見た記憶はないんですけどねっていう。
だから私の中ではソプラノの新たな出力とかによって本当にリフトアップするそういう出力が見つかった可能性もあるけれども、ショッピングリフトみたいな感じに私たちからすれば、いやすっごい昔からあるそれ超古典的な古い治療法だよっていうのがなんかさも新しいものかのようにカムバックしてるのみたいな気持ちもあり、だからまあ歴史を知る人間からするとうんって別に新しくもないんじゃない、本当にいい治療でもないんじゃないっていう気がしてるんだけれども、試したことがないんでまだただの想像です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。